人材湖の一人材湖の一人材湖は、島根県出雲市西部に位置する、木水湖。西岸に、三部山を拝み、足や釜に囲まれ、しじみがよく取れる。2005年度のしじみの収穫量は、約1万7千トンであり、全国の湖障中6位である。また、単位面積あたりで見れば、全国の湖障中1位である。島湖として、鳥取県の湖山池がある。 流入河川として十軒川、流出河川として境川がある。湖の西側には古領温泉が湧く。なお、河川標上は境川、人材湖ともに十軒川として指定されている。メディアを再生する夏の人材湖、出雲国風土器に新門水海として記述が見られるが、この湖は現在の約3倍の周囲長を持っており、 現在の形とはかなりかけ離れている。当時、湖周辺は、かつ京と呼ばれ、大国出身の神外生誕の地として伝わっている。人材湖は以下のように変化した。現在の新事湖にあたる、湖域全体とその西岸陸域は、すべて日本海に繋がっていて、島根半島の西側をえぐる、大きな湾が存在していた。その湾に、 南から注ぐ日々川と神戸川の強い堆積作用により湾は次第に埋め立てられ東側と西側に分断された。東側が現在の新事湖の原型であり西側に残った湾部が現在の人材湖の原型である。堆積作用が進むにつれて湾は次第に小さくなり日本海と分断され奇水湖となった。人材湖の北部が埋め立てられ縮小し さらに1635年と1636年の大洪水で今までつながっていた日川と神戸川の川違いが行われ、日川は新事故に人材湖から切り離された神戸川は直接日本海に注ぐようになった。これにより人材湖と日本海を結ぶ河川がなくなり、大雨でたびたび溢れるようになった。そのために湖西川を改札し、排水路を設けた。これが 現在の境川である。また神殿開発に伴って湖の東側から流入する十軒川が開作された。これにより現在に通じる形態が完成した。大見八景に倣って江戸時代中期に人材呼吸経営が選ばれた。小豆を煮たものに餅を入れて食す料理を関西地方では全材と呼ぶがこの語源が人材であるという説がある。詳しくは 全財の項目を参照。ありがとうございます。